はい、秋ゲームズです。デイリー隠しアチーブメント、清風の5カゴがあらんことの達成方法を解説したいと思います。達成条件はジリアンナの物語を見届けるとなっています。モンドのデイリー、サプライズを最低4回やる必要があります。プレゼントをあげる任務なのですが、一番下の選択肢のバルならいい案があるかも選ぶと話が進んでアチーブを取ることができます。ただ、初めは一つしか選択肢がなく、やるたびに選択肢が増えていくタイプですので、最短でもリアルで4日かかるアチーメントとなっています。サプライズが発生していますので、目標追跡をしてやっていきます。マーカーが出ていますので、近くのモンド城の左のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて、マーカーの方に向かって飛んでいきます。目的はルドルフと会話するとなっています。大聖堂の入り口まで来たら中に入っていきます。大聖堂の中に入るとマーカーがルドルフに出ていますので近づいて話しかけていきます。ジリアンナにプレゼントをあげる任務なのですが、最初は選択肢が1つしか出ませんので、それを選んでやっていきます。今回は1回目ですので、記念品ショップのマージョリーを選びます。その後の会話があると、目的がマージョリーと会話すると変わります。マップを開いてもマーカーは大聖堂に出ていますが、記念品ショップですので、モンド城の右側のワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したらマーカーの方に向かって進んでいきます。大聖堂の外に出るとマーカーが正しい位置に出るようです。マージョリーにマーカーが出ていますので話しかけていきます。選択肢が出たら一番上のプレゼントに関してを選びます。その後の会話が終わると、目的がルドルフと会話すると変わります。マップを開いて大聖堂に戻っていきます。ルドルフのところまでカットします。大聖堂に戻ったらルドルフに話しかけ、会話があるとこの日のデイリーは完了となります。別の日にサプライズのデイリーが発生しましたのでやっていきます。今回は2回目ですので選択肢が2つに増えています。常に一番下の選択肢を選んでいけばアチーブは取れますが、今回は果物屋のクイーンを選びます。最終的にバルの選択肢だけ選べばいいという話もありますが、念のため4つとも選ぶものがいいのかなと思います。会話が終わると目的がクイーンと会話すると変わります。マップを開いてもマーカーは大聖堂ですが、モンド城の右側のワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したらマーカーの方に向かって進んでいきます。クイーンに話しかけて会話あるとキャラバンを探すと目的が変わります。マップを開いてマーカー近くの暁ワイナリーの四天神像にワープをしていきます。四天神像に到着したら後ろを振り返ってマーカーの出ている方に向かって進んでいきます。マーカーに近づくと敵が出てきますので、荷物を守りながら戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すとクイーンと会話すると変わります。マップを開いてクイーンのところまで戻っていきます。近くまでカットします。クイーンに話しかけて会話が終わると、目的がルドルフと会話すると変わります。大聖堂に戻ってルドルフとの会話があると、この日のデイリーは完了となります。別の日にサプライズのデイリーが発生しましたのでやっていきます。今回は選択肢が3つに増えますので、一番下の鹿狩りの皿を選びます。選んだ後の会話があると、目的が皿と会話すると変わります。マップを開いて、モンド城の右側のワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら、まっすぐ進んでマーカーの方に向かっていきます。マーカーのついている皿に話しかけていきます。一番上のジリアンナへのプレゼントを選びます。その後の会話が終わるとノルマと会話すると変わります。マップを開いてマーカー近くのモンド城の左のワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて東方向に向かって飛んでいきます。下に建物がなくなったら右に曲がってマーカーの方に向かっていきます。
制限時間が短いので、寄り道はしないでまっすぐ向かうようにしてください。ノルマに話しかけて会話があると、目的がサラと会話するとかあります。マップを開いてマーカー近くのモンド城の右側のワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ進んでマーカーの方に向かっていきます。さらに話しかけたら、一番上の料理を届けたよを選びます。その後の会話が終わると、目的がルドルフと会話するとかあります。大聖堂に戻ってルドルフに話しかけ、会話が終わるとこの日のデイリーは完了となります。別の日にサプライズのデイリーが発生しましたので、やっていきます。今回は選択肢が4つに増えていますので、一番下のバルを選びます。バルならいい案があるかもが、アチーブに必要な選択肢となっています。その後の会話が終わると、目的がバルと会話するとかあります。ワープしてもいいですが、歩いて行ける距離ですので、大聖堂の外に出ていきます。外に出たら、マーカーの出ている方に向かって進んでいきます。バルに話しかけ、会話が終わると、目的がルドルフと会話するとかあります。大聖堂まで歩いて戻ります。大聖堂に戻ったらルドルフに話しかけていきます。会話が終わると、目的がジリアンナの態度を観察するとかあります。マーカーは比較的近いので、大聖堂の外に出ていきます。外に出たらマーカーの方に向かって進んでいきます。ゾルフに話しかけて会話があると、目的がバルに質問すると変わりますので、マーカーのところにいるバルに話しかけていきます。バルとの会話があると、目的がジリアンナを探すと変わります。マップを開いてマーカー近くのモンド城の東にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら、右を向いてマーカーの出ている方に向かって進んでいきます。マーカーに近づくとムービーが入って、砲塔団と戦うことになります。倒したところまでカットします。すべて倒すとジリアンナと会話すると目的が変わります。マーカーのところにジリアンナが立っていますので、話しかけていきます。ジリアンナとの会話があると、目的がルドルフと会話すると変わります。大聖堂に戻ってルドルフに話しかけ、会話が終わるとアチューメントを達成することができます。以上となります。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価をお願いします。